Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming next, Ajiraji. 3月11日、週末金曜日、時刻は4時を回りました。アジクーターラジオ、アジラジの時間です。FM 小座のスタジオから、この後夕方6時まで2時間の生放送、お相手は DJ モーリーです。そして、 稲見浦瀬貴です,いす、はい。今日もよろしくお願いします。今日はまた一段と冷えているお気なしですけれども、寒いね。あの、マフラーをこう、今日見かけましたね。うん,うんうん。あの、やっぱこう、寒さがですね、まあ、昨日も寒かったんですけど、うん、今日になってまた、ちょっとこう、深くなったというかね。そうな朝なんかめっちゃ寒かったですけれども。まあ、寒の戻りというやつですか。うん。全国的にも冷え込んでるみたいですからね。みたいですね。ちょっとまた体調崩されてる方がちらほら、うん、周りにも。 相変わらずなんか蔓延してるみたいですから。 ちょっと今週に内って、僕もね、ちょっと花にだったりとか、ちょっとこう、喉のいがいがだったりとか、うん、いろいろありますので、<ー>ま気につけないといけないなとも言ってますけどね。だけど、こんなに暑くなったり、寒くなったりさ、1週間のうちで繰り返してたら、はい、それは体調も崩すわなっていう話であるんだけどね、うんうん、まあでもそこはちょっともう、体調管理しっかりやっていきたいところですけども。はいはい、さあ、今日は3月の11日ということで、東日本大震災からまあ5年ということです。うん けれども,ね、もうこの3月に入ってから新聞なんかでもですね、えー、この震災に関する、まあ、今現状の東北3県の暮らしをえ映し出していますけどもねんなんかこう5年間っていうのがいろいろこう振り返るとですね、うん、え早くも感じられるしそうねまだなんだなっていうふうにもね感じられますねだからね一概にまあ僕自身はあもう5年も経ったんだなと思ってしまったんだけども、うん やっぱりまだまだ、その避難されてる方も20万人、うんえー、あ17万人か、ぐらいいらっしゃるわけですし、そういう意味では、もうっていうは、言い切れないなと思ってね、うん、ちょっと自分の考えを改めましたね。<ー>やっぱりまだまだ、この、なんていうか、ふるさとに戻れない方々もたくさんいらっしゃるわけですから、そう,ね、そういう意味では5年っていうのは長いのかもわかりませんけれどもね。あの5年前って ちょうど金曜日だったんですけど僕はあの放送のスタンバイで、まあ、お家にいて、うん、2>, で2時46分に、まあ、地震ということで、うんえー、テレビを見て、うん、ちょっとびっくりしたのなんか今でも覚えてるんですけど覚えてるなああれだけは何だろうね、まあ、ちょっと色あせない記憶の一つだよね、うん、映像なんかで見ても信じられない光景がこうテレビを通じて目の前で送ってるっていうのが。 本当に日本で起こってるのかなと思っちゃったもんですね。そうですね。うん。いや、ちょっと怖いなと思って。まあ、それから、その、その災害とかね、そういったものに対しての皆さんの意識っていうのは、高まりつつあるんでしょうけれども、ねうん、まだまだやっぱり、 ちょっと切り離せない部分もありますからね、沖縄もね、うんはい、ちょっと頑張って注意していきたいところですけれども、まあ今日一日は、まあ、その東日本大震災、まあ、テレビだったら新聞、またね、えー、ラジオでもそうですけれども、はい、もう全部でこう取り上げている話題の一つで、うんでまあ、こういう日に改めて、えー、今、じゃあ現状、まあ、自分たちの暮らしでどうなのかっていうところもね、引いて考えてみるのもいい一日になるんじゃないかなと思いますね。そううだね、うん、本当にもうまあ よく言えばいいきっかけになったのかもしれないね。うん。なのね。はい。ま、ちょっと考えるところありますけれども。はい、さあ、ということで、アジクータラジオ。今日ちょっとね、あの、古座の上空が雨が降るのかなっていうようなお天気になってますけれども、えー、この後の、ま、天気の情報としてはですね、えー、沖縄本島地方、降水確率20%で曇りの予報なんですけども、ただこうまた気温がね、この後下がっていきますので、えー、これから変えられる皆さん、あの、外でね、あの、仕事をしていた皆さんも、 車の中に乗った途端にこにほっと安心するというかあったかいんですよね、車ね, <laughs> そうだね意外となんかなめっちゃガラスス曇るしなそうなんですよね <laughs> クーラーつけるわけにもいかんしヒーターつけすぎると、ね、気分がねていうところもありますけど週末金曜日夕方6時までお付き合いください。 さあ、あのー、このさっきの新聞の話題で、国古さんのね、はいえー、話題が載ってましたけども、えーまあ、震災からいろいろ支援を重ねて、延、まあ、べ1500、うん、万ぐらい。そうですね。 えー、寄付、6回目の寄付ということで、1500<ー>、えー、万超えでコッコさんが、えー、支援を貫いていただいているということ続けていただいているとい今日あの那覇市小文字の沖縄タイムス社の方で、はいえー、インタビューもありまして、新聞の方に掲載されておりますので、うん、またぜひ皆さん、目を通していただいて、はい、ということです、ね、今日のオープニングは、そのコッコでレーニングお送りします。 アジうルタラジオ、今日のオープニングはコ、国コで、レーニング、お送りしました。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、ソートバンク、中野町の提供でお送りします。 さあ、アジクータラジオ、週末金曜日、DJ モーリーと、イラミナイキです。はい、えー、この二人でお届けしていきます。あよろしくお願いします。メール紹介していきましょうね。はい、えー、ともぶんさん。はい。えー、DJ モーリーセイキこんにちは。こんにちは。ちはアジラジネームともぶんです。今日は特別な日だね。何かいろいろ考えたし、ご飯食べられて平和だなとか、コーヒー飲みながら幸せだなとか考えたな。うん、じゃあ今日は仕事に集中するから、多分これで投稿終わりね。冷やみカちとホックということでいただきました。 はい、はいありがとううございますそうですそでね普段当たり前のことが幸せだなと感じられるのもなんかいろいろいいことなんでしょうけど思うところはあるね。ということでこのともブんさんのメールの中にもありましたけれども、はいえー、今日の番組のテーマ「幸せだなと感じる瞬間で」でやっていきたいなと思います。はい、はい あのーまあ、風邪をひいた時とか、うん、ちょっとこう、あまりこうね、あのーまあ、精神的にこうへこんだりとか、いろいろこうあった中で、うん、やっぱ思うのは、あ普通になんかこう、歩いていけることだったりとか、ご飯食べれることだったりとかああ、えー、連絡が取れるであったりとか、<laughs> 僕当たり前のことがね、<laughs> そうねありがたいなって思うじゃないですか、やっぱり。うんうん そこはね、やっぱこう、常日頃から、ちょっとこう忘れがちなんですけど、うん、感謝しないといけないなと思いますね。ですね。うん、あの、やっぱあるよね、日常の中に。そういう場面がたくさん。うん、僕なんかもありまして、あの、やっぱり車さ、うん、まあ免許も持ってて、うん、車も持ってて、車乗れるの幸せだなってやっぱ最近思いましたよ。確かにね。うん、<う>あの、まあ飲み会の帰りにちょっと歩いたんですよ。うん でタクシーがちょっと捕まらなくて。はいはい。で、気づいたらね、結構歩いたんですよ。うん。まあ、つっても1キロぐらいだと思うんですけど。まあでも、飲んだ後の1キロは結構長いかもね。はい。うん、上り坂を永遠と。うん、<laughs> 歩いてね、全然来ないなーと思って、まあちょっとタイミング悪かったかなーと、時間も遅かったんで、うん、思っててね、たって車だったら5分かかんないですよ。1、2分の距離なんですよ。ぱーってね、景色でね、行っ、えー、たら終わっちゃいますけどねそれをね。 20分とかかけて歩いてるわけ。<う>もうだらったらだらだらふらふらしながら。うん、その時に車って超便利だなと。<ー>まあ、それはね、ちょっとタクシー代少しでも安くなればいいなと思って歩きながら捕まえようって思った手前、全然捕まらないっていの僕のせいでもあるんですけど。うん まあ、ちょっと感じましたね、その時はね。ああ、僕もですね、うん、あの、乗る車、乗る車、うんえー、故障気味で、本当にこう、リアルな話すると、1>, うん、1ヶ月に1回ぐらいオイルを入れているって状況がしばらく続いてまして。ああ、きついな。えー、どうやら、うん、あの、オイルも、燃料落として燃えてんじゃないかという話なんですよ。<laughs> <laughs> そんなことあんのあの、運転してると。<laughs> そう。で、このカタカタ音が半端なくて。ああえまたっていう感じなんですね。はいはい。で、どうやらこの、この車種の、えエンジンが、こういう故障が多いと。あ、そういう形式なのかなうん。前の車とはちょっとまた見た目もね、え変えてみたんですけど、はい。どうやら中身があまりこう変わってなく。カタカタカタ。来た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 みたいな感じだな。 なので、えー、整備士さんに言われたのは、うん、ああそろそろなのか、<ー>えー、次の車をっていうね、助言いただきましたけども。車のトラブルはほんと困るからね。普段当たり前にありがたみもなく乗ってるとさ、うん、まあ明日も明後日も動くんだろうぐらい思ってますけど、うん、やっぱたまには点検してあげた方がいいよね。そうですね。うん、いざ急にパッとなくなった時のもう困りようと言ったらないからね。話かようかな、今日。 あのー、<え>車に。あ、車に。いつもありがとうねって言って。あ、いいんじゃない名前とかつけたらどうですか <laughs> ベタに。<え><え>ベタに車に名前つけたらどうですかグリーンピース。グリーンピースっていう名前にするんですか明日壊れるでしょ機嫌 <laughs> <laughs> 損なうでしょ本当にね <laughs> <laughs> いやもう何かとね、やっぱりこう、体もそうですけれども、はいえー、持ち物。 うん、身につけてるもの大事にしないといけないなと思いますねやっぱりねそうですねさあ赤いニトンローリーさんはいこんにちはラジオネーム赤いニトンローリーです寒いですねうんおでん食べたいなーああそうなはい寒くなったら速攻あったかいの食べたくなるからなやっぱこう連結っていうかしてるよねイコールなってるよねうんあのー 温かいの食べたら体あた頭温まるんだなってことを大人になって知りましたからね。うん、あ、そうですかちゃんと。おまあ、温まるからな。温まるんだな<ー>普通に温まるんだなって思いましたからね。あ、しみじみね。えー、幸せだなっ,って、ね。やっぱこの寒い時期ですから、ニトノーリーさんもね、いつもこう、釣りがどうのっていう話するじゃないですか。そうだね。寒いから今日出てないんでしょうけど<て>ね。<laughs> 出てないでしょうね。 ああ最近連れてもいないでしょうからね。わ <laughs> かんないですけど。どうなんでしょうかね。どうなんでしょうね。はい。はい、さあ、アジクーターラジオ、今日の番組のテーマ、幸せだなぁと感じる瞬間でメッセージ、今日はお待ちしております。 さあ今日もやってきました赤ちゃんいらっしゃいの時間です。このコーナーはアイレディースクリニックの協力でお送りします。3月の11日、今日何の日ということで、えー、今日はですね、 東日本大震災、まあ、発生の日ということで今日で5年になりますそれ以外の出来事ということで沖縄県に関しては琉球藩主に廃藩置県令を発するということで1879年の今日の出来事です、うん、それ以外にもですね今日は外国人初の相撲部屋から関取第1号 ハワイ出身のアケボノ太郎、アケボノさんが、まあ、誕生した日ということですね。えー、本名、チャド・ローエン、まあ、その当時、二十歳を迎えていたということです。さあ今日の誕生日の皆さん、アーティスト、小田哲郎さんや、そして、えー、アナウンサーの中井美穂さん、えー、俳優の大沢たかおさんらの今日はバースデーだということです。はい、まあ、この ま、震災から5年というね、ええ、ま、見出しも新聞、また、ええ、テレビとかで見ますけども、その年に生まれた子供たちが、ま、いえば今年5歳になるっていうことですね。うん、そうだね。うん、震災からな、うん。さあ、ということで、ええ、今日は何の日ですけれども、おー、ま、この赤ちゃんいらっしゃいの中では、皆さんからの、おー、ま、子育てをされてる皆さんからのコメントだったりとか、ええ、あと、ま、ちょっと今週は、 高校受験が終えたばっかりで、うん、明日が卒業式っていう中学生も多いらしいんですね。なので、その卒業生に対するコメントなどもお待ちしております。FM コザー、E メールは761アットマーク、FM コザー .jp761 アットマーク、FM コザー .jp でお待ちしています。赤ちゃんいらっしゃい。このコーナーは、アイレディスクーニックの協力でお送りしました。 さあ、あちくうたラジオ、週末金曜日生放送、FM 小座のスタジオからお届けしております。ちょっと小雨降ってるかな、小座上空は。 そうですね、うん、降ったりやんだりですね、うん、まあちょっとこの天気が続くでしょうな、でまた今日はあのは、ー、まあ今日に限らずですけど、うん、工事してるところが結構多く目立ちましたねそうだね、うん、やっぱり3月ですと、もう年度末ですから、うん、あの駆け込みの工事、工期もありますからね、うん、そういう意味ではちょっと皆さん、本当に慌ただしくやってらっしゃるんでしょうけれども、天気が悪いとなあ、現場も進まんからなあ、うん、ちょっと心配ですけどね、まあ夜のはやっていただければなと思います。 けどもはい交通自体も各地であると思いますので、うんまあ、ちょっとこうアーティーハーティーしそうですけどね譲り合いの気持ちでよろしくお願いいたしますうん、うん、さあメール紹介していきます、はい、こちらラジオネームヤーマーさんからいただきました、はい、ええー、今日はなんでこんなに寒いんですか体のすべてが縮まってます、はい、まあなわあかるわ 心当たりありますよね、やっぱりね。完全にありますね。それより、モーリーさん、家族、インフルエンザ大丈夫ですか誰もかかってないですか、えー、僕の男は、先週木曜日、朝6時に、長男がインフルエンザで、熱性痙攣を起こし、顔真っ青で震え、うんえー、まあ、死ぬんじゃないかなと思い、救急車呼びました。うん、初めての痙攣だったので、びっくりでしたが、 熱性痙攣は6歳以降の子供の10人に1人が起きる病気みたいなので、モーリーさんのお子さんも熱が上がっていくときは痙攣気をつけてくださいよ。長男がインフルエンザ治った翌日から今は次男がインフルエンザになっています。県内でもかなり流行しているみたいなので、インフルエンザが見えたら逃げてくださいね、といただきました。あー、怖いね。なんか、 お子さんたくさんいるご家族の中でよく聞く話題ですね、これね。あのー、あ、そうですか。長男かかって、うんえー、ようやく治ったと思ったら、末っ子がとか。インフルエンサね。もうおう家の中で、どん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 やっぱりこうやって、まあ、ディレイじゃないんだけど。ねえ、これ、防ぎようないよね、家の中だとな。うんうん、だって、特にインフルなんてさ、すぐ、なんていうか、症状が出るわけでもないんでしょ潜伏期間みたいなのがあるんでしょ、うん そういう意味では、元気してるね、と思って、急に熱上がって、その、熱性痙攣だったりとか、インフルだったりって言ったら、もう慌てるわな,それな、そりゃな。だからまあ、そういう時にこそなんか、早く処置して、病院連れて行ったりさ、うん、できる体制の余裕があると、またいいんでしょうけど。そうだな。うん、難しいところだね。あんまり人の多いところには行かない方がいいかもしれないね。っていうような、やっぱりな。うん,う,んうん。<ー>どっからもらってくるかわかんない。見えればいいけどな。うん。<laughs> 見えればな。 まあ、オーラ的な感じでね。<laughs> 見える人いんのかね、インフルのオーラね。まあ、それだったらな、うん、あすぐも病院行こうってなりますけどね。うん。かな、<laughs> そういう人いたらいいけどな。ああ、あの、インフルの。あなた、今、潜伏されてますよ、みたいな。B っぽいですね、みたいな。B っぽい。い B っぽいですね。あのー、まあ、これちょっと、病院に行った時なんかよく見かけるんですけど、<laughs> はい、シャープ8000っていうのがありまして。 シャープ8000。シャープを押して8000番っていうものを押すと、うん、あの、まあ、今お子さんの状態いかがですかみたいな感じで、うんうん、症状を伝えて、うんあ、緊急性なのか、うん、それとも、あの、1日2日様子見てくださいね、なのか、うん、それをこう判断してくれるという。あ、電話越しにアドバイスしてくれるんかそ,そ,そう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 。へぇ、便利ね、それ。で、やっぱりこう、初めての子育てとか、はい、まあ、あの、上がいないとかっていうパターンになると、 ちょっとこう、今の症状が果たして、すぐ病院行った方がいいのか。わかんないだろうからな。で、また病院行って、そこで、あの、違うものもらってくるっていう可能性だったりとかね、抵抗力弱ってるから。うん、うんうん。だいろいろ、こう、わかんないことだらけの中、まあ、こういう存在っていうのはね、ありがたいですよね。ですね。なんかそういったバックアップの仕方もあるわけね、今ね。うんうんうれしいなあこあの、都道府県別で、あの、各窓口に転送される仕組みになってると、はい、いうことらしいですね。 えー、ママが覚えておくと便利なシャ #8000 番ということで小児救急電話相談ということですね。はいまあ、これはねちょっと親としてはこれはあの登録しておいた方がいい番号かかりつけのお医者さん病院があったとしてもね、うん、いつでもすぐ。 パッと行けるわけじゃなないだろうからな、うん、また病院側としてもやっぱり受け入れとかいろいろ大変なところある特にそのインフルエンザ流行っている時期なんていうのは忙しいはずねいやー忙しいと思いますよ、やっぱり<ー>救急はね、うん、だから、あのー、そういう時期にちょっと体調悪いなっつって病院行くのも正直ちょっと怖いのは怖いのよそこでもらってくるんじゃねえかみたいなね可能性がねまあマスクとかそういうのはやっていきますけれども、うん、皆さんその病院のスタッフもされてますけど。 やっぱね、どっかでちょっと、そういった心配あるからな。うん、特に小さい子供がいらっしゃる方はね。うん、うん。いいですね。でも、8000番。うん。まあのー、あの、ヤーマンさん自身もね、はい。えー、また、まあ、もらわないような努力と。そうだね。で、また、看護もね、控えてると思いますので。だそうだね。気をつけていただきたいと思います。はい、さあ、こちらもいきましょう。ラジオネーム、う青野軍団さん。はい。チースモーリー、ボクちゃん。はいよ。 本日、震災があった日から5年経過。当時の沖縄、晴れていたのを覚えている。うん、俺は、那覇方面のお配達をしていて、首里から早原に向かっている車の中で、速報で聞いていて、うんえー、東北でまた大きい地震があったんだ、大変だや、と軽く思ってったわけ。うん、して、武士から、えー、津波が提示になってるというメールが来て、携帯のワンセグを見てみたら、空港の映像が映されていて、えー、車が流されていくのを見て、 何が起こってんのと呆然したのを覚えてるやつさ、うん、でさ思ったんだけど福島宮城の震災が大きく取り上げられてるけどさその前に新潟でも地震があったさ、うん、またよ広島でも土砂災害もあったさうん、うん、見直されてないよねって思ったわけさ、えー、今日も生きてることに感謝、えー、このメールだけ真面目に送ってみたということでいただきましたそうねはい確かにあの5年前のねまあ今日は3.11ということで 5年前の震災のことが取り上げがちですけれども、うん、やっぱりその周りにもね、うん、前後にも大きな災害、事故というのは起きてますからね、そうですねやっぱり並べて考えていかないといけないことなんでしょうけどね、うん、改めてね。うん、あの今日車に乗っているときにですね、はい、ちょっとこう、ツイッター見てたら、うん、ツイッターの中で、えー、っとですね、あのー、この震災復 この今ということで、アルファベットで fukko.yahoo.co.jp で検索すると出てくるんですけど、どれぐらいの方が今、現時点で避難されていてとか、はい、いろいろこの情報が載ってるんですよ。で、えー、また違うこのツイッターの,あのバナーをこうクリックしてみると、うん、お3月の9日に、要はこの東北で。 まあ震度7の地震があったと、うん、でその時に、えー、検索されたキーワードが都道府県ごとに出てくるっていうのがあってそれを3月9日からあの時系列で何時何分に何が起こって,ってだんだんこの3月の11日にかけて検索したワードだったりとか、うん、で震災が起きてからの2日、3日、4日うん、うん、東北ではどんなことをキーワードで検索されたのかとか。 はあね、そういうの載ってるんですよ、どういうのを気にしてるのかっていうのが分かるんだ、うん、うわあ、それちょっと気になるなまあこのライフラインが途絶えて、はい、まもちろんこう電気がね、途絶えてますから、その復旧にどれぐらいかかったのかとか、うん、このへんのこう、まあ、今から5年前の出来事を遡る、まあ、時系列でこう遡れるサイトとか、うん、いろいろこうあってですね。 えー、そういうのを見るだけでも少しちょっと気持ちが近寄ってる気がするよね、うん、なんかみんなが考えていることを一緒に考えているような気がするな、うん、大事なことかもしれないね、うんえー、こちらもいきましょうラジオネーム MJ さんからいただきましたはいはいはい DJ モーリーセクシー x y 世紀 MJ です幸せを感じるのは休みの日のんびり昼寝した時ですね <laughs> そうだね <laughs> あと昼間からビール飲んでるときそして はい。ということでいただきました。<laughs> はい。これはもう僕判断で、一応やめときました。あ,あ、そうっすか。はい。なるほどね。なんかこう,うすのすなんか、りンピリしてる MJ さんが想像できるね、なんかね。そうだな。うん、まあ休みの日、ほんとやることない暇だな、つってダラダラすんのもさ。うん。 その時は何問もあんけど考えたらめっちゃ幸せなことよねそうですね二度寝なんてもう幸せの最たるものですよあ<ー>二度寝するってめっちゃいいよないいね二度寝のために早起きしようと思うもんなもうわざと,わざと早く起きていやああと1時間寝れるやしみたいな何 <laughs> かまあ自ら二度寝を作るってことですね まあんかいいと思うけどねそういうのもないいですね昼から飲むビールも美味しいからな夏場はたまらんねあそうですかやっぱりうまいねやっぱねあれだねやっぱり喉が渇いたりとかもう太陽がギラギラの時ってやっぱそう思うんですか飲みたくなるよビールは夏場はな冬は全く思わんけど寒いからうんああやっぱよあの汗かいてまあ運動したりとか汗かいた後のうん 一杯目のビールも無敵じゃないですか。そうなんですか <laughs> 無敵なんですか <laughs> ?3 秒ぐらいで飲むぜ、ジョッキー多分。本当に本当。<laughs> それぐらいもうスピーディーに飲むと。<laughs> 飲む飲む飲む。<ー>ただもう2杯目3杯目行ったらもう味もわからんくなるけどね。あまあまあとにかく暑いと飲みたくなりますな。ちょっとこう、ね、喉越し的に。そうね。ちょっとね、ね意識するんでしょうね,とね、うん。今度はやってみようぜ、一回。何を。なんか夏場、ちょっと、暴れてから。 暴れてから。体を動かしてから。体動かしてから。はいはいはい。なんかその体を動かす仕事関連のことを一緒にや,やりまして、ビール飲みに行こうぜ。なるほど。もうやばいかも。ちびろちびこ俺多分50分でもういっぱいいっぱいというか。安上がりですからね、そうですね。誰よりも酔っ払いますからねあ。大丈夫です、大丈夫です。そういう覚悟で僕も望みますから。わかりました。<laughs> さあ、味食うたラジオ、金曜日の今日は、 番組のテーマはですね、えー、幸せだなぁと感じる瞬間でメッセージをお待ちしています。 とということで、えー、しおりの、まあ、スマイルなんですけれども「うんえー、君は一人じゃない花のしおりバージョン」ということで一曲お送りします。 さあ、ということで、スマイル、君は一人じゃないということで、うん、えー、まあ、しおりさんのメンバーですけれども、はい、花のしおりバージョンという曲をお送りしました。いいね。この歌いいよないいですよね。泣けるよなうん。うん、なんだろうな来るね。ま、この、あのー、しおりさんも、はい、その、被災地で、まあ、ライブをしに行ったりとか、うん、で、現地の方とこう交流しながら、うん、ま、改めてやっぱりこの、 言葉の大切さだったりとか、はいえー、歌の大事さをこう痛感をしてアルバムがこう1枚、ね、出来上がって、まあ、その中に今のバージョンが入っているんですけれどもディアマンテスさんがフィーチャリングでいたり彼氏、はい、58さんがいたりとかねいろいろアルバムの中にぎっしり伝えてあると、うん、この時期はそのーアーティストの皆さんはこぞってというか。うん そういった震災のね、うん、復興に向けてのその勇気づけるような楽曲を出しましたね。そうですね。やっぱりその現地に赴いてそこでまあ翔れさんのようにライブをしたりとか方、うん、やまあ、ライブもしながらその何か皆さんにできることがないかっつってもう現場を見に行くとか、うん、そういったことをもうこぞってやってましたからだ,だからそこでなんか少し何ていうのかな。 みんな、それぞれできることを考えた上で行動に移したっていうのが、なんかこのニュースとかね、報道なんかから聞こえてきて、考えるわけですよ。自分でなんかできるのかな、つってな。まあでも結局、その募金をしたりとかね、身近なことになってしまったんですけれど、まあでもそれでもやっぱりいいなとは思うしね、うん、なんかまたちょっと思い出すね、その時のことを。そうですね。まああの、今、ネットなんかでも、この3.11とかで検索すると、まあ、はい、 ヤフーの方で10円の基金になったりとかで、うん、まあそういう,こう形もねありますし。そうね あとこれから明日明後日と、沖縄県内でもその震災関連のコンサートが開かれて、はい、でそこでまたチャリティーを募金を募ったりとか、はい、そういう場面もあると思います。沖縄市エーサーなので、うんえー、そんな青年会の皆さんたちが、週末にライカムでエーサーをやるということで、この情報も後ほどお届けしていきたいなと思います。はい さあアルゴガルスキーさんはいよこんにちはモーリー先輩と真面目にイラミナセイキさんどうした？今日は震災の日ですね <laughs>、はいえー、寒いですでも去年のこの日は、うんえー、宮城県の、えー、これ渡里町にいたことを思い出しますテーマ幸せですかということで正直幸せじゃないなと思うことばかりむしろ辛い、うん、自分を責めることもよくあることで、えー、ですでもそんな日々もすらもお幸せ一 転がっていいるんですよねとたただきましたそうねやっぱ普段気づかないのが当たり前だと思うんだけどねうん毎日毎日幸せだな幸せだなって言ってるやついないっしょ <laughs> わかんないけどまああの心がけようとする人はね <laughs> まあね多いと思いますけども、うん、やっぱりふとした瞬間に気づかされるというかね、うん、あの僕なんかもやっぱり、まあ、最近ちょっと飲み会みたいなのが続いてるもんですからうんうん あのまたかよとか思っちゃったりするんですけど<う>でもやっぱりねありがたいなと思うんですよ、うん、こうやって笑って酒飲めるのなっつってそういういうにちょっと考えてますよ僕もそんな一面も <laughs> いやもちろんですよもうやっぱりねこうやって仲間と、まあ、少ないですけど頑張って稼いだお金でさ<う>美味しいお酒を飲んで、うん、楽しい時間を過ごせるいや幸せだなっつってね、うん 噛み締めてるんですよ。あ、じゃあ今度。何ですかあの、あなたの稼ぎで。はい。飲もう。<laughs> はい、<laughs> お <laughs> 何悪魔の提案ぶっこんできてる場合や。<laughs> 割り勘で行きましょうよ、そこは。あ、そうなのうん。あ、や多分、まあ、じゃあ、な、なんか、あの、あったら怒るわ、じゃお<ー> <laughs> これラジオで言って、ラジオなんだよな。<laughs> <laughs> なんでお前そんなこと聞いてくんだよな、本番中に。<laughs> 俺がよ、あの、飲もうっていうことってないよ、本当に。あ、そう俺 今まで言葉に出したことないジャンルの中で、うん、うん、飲もうが一番なんですよ <laughs>。誘い文句として一番使わない言葉、飲もう。使わない。<も> <laughs> 本当に。るかでもあれだぜ。飲めんのに。に <laughs> いや、そうかもしれんけど、<laughs> 飲めんのにってや、開き直られてもや。まあ、飲,飲んださ、この間も。はい,は,いはい。一緒に。はいはい、全然酔っ払いっぽかったよ。 あ、そうですか。<laughs> うん、いや、雰囲気ってあるんだな。ずっと笑ってたしな。うん、ずっと悪い顔して笑ってたからな。あ、そうですか。ケタケタ、ケタケタ笑っていや、お酒飲んでなくてもよ、なんかこう、場にいるだけでよ、<laughs> うんうん、あのー、若干頭が回ってたよ。わかるわかる。あの、あれらしいよ、ななんかテレビだったかな。<laughs> 最初だけビール飲まして、あとノンアルコール出してたら酔っ払うらしいよ。うん、あ、そう。うわー、体って不思議だな。だからその雰囲気でなあ<ー>あ、なるんでしょうけどね。まあ、あなた、本当にみんなから怒られてましたけど、ずっと自分は笑ってましたからね。<laughs> 本当に、さらに周りの怒りを買うような、<laughs> こいつ、やるやしと思いましたけどな。あ、そうですか。ええー。<ー>女子から責められてましたね、なんでかな なんでおかしいよな。身に覚えないんですか全然ないな。そこなんですよ。あ、そうそこなんですよ。たまにはね、そうそう。日本トムってたまにはね、あなたね、このアジラジアーカイブがあるんで。アーカイブ。はい、ユーストリームに、過去の番組振り返って見れるんですけど、見てみ自分のやりとり。やりとり俺でもいいや。やらちでもいいよ、木曜日でも。まず見てみ。 どうなのそしたらもう震え上がるよや多分自分で自分を許せないと思うかもわからんじゃいや俺ね意外とこう自分が可愛いんだよキ意外と意外と何が意外とかやだから大甘だと思う大甘自分に甘いっつうことそうそうまあそれが悪いとは言いませんけどなはいはいはいまず一回見てみろマジで本当にあでも意外とねあの視聴者数の数っていうんですかねはいえいい方だと思いますよ何がですか いや、あのー、ちょいちょい見てるんですよ、<laughs> 僕も。あ、見て見てるんですけど、<laughs> うん、その中で、えー、数はね。はい。結構視聴数はあると思いますよ。ああ、もう改めてみんなが見てくれてるってことか。なのかなああ、そういうことなんじゃないのそれか、俺が何回も見てる。お前が <laughs> <laughs> あ、見てこれかよ、マジで。<laughs> もういいよ、じゃあ見なくて、それを。<laughs> マジかよ。時 <laughs> 間納得してんのか。<laughs> もういいですけど。まあ、面白いからね。 改めて見直すの、面白いなと思って、僕はあんまりやんないですけど、たまにやっぱり見るんですよ、反省したとき、毎回反省するじゃないですか、あのとき、ああ言えばよかったなみたいなのがあるんですよ、その時にちゃんと声出てんのかとか、なんかそういうことをちゃんとやってんのかっていうのを見たりするんだけど、反省するな、反省が深まる一方ですよ、ん。 あも反省していただきたいんですよ、ああ本当は僕は。<laughs> えー、さメールも来ておりますが、はい、青野軍団さん、えー、なるほど、うんえー、はい、こっからはいつも通りにやっていこう、厳かに放送していくとかやらんよや、災害にあった方々には失礼かもしれないけどさ、<laughs> 俺なんかはよ、生きてるんだからよ、前に進んで元気にやっていこうじゃないか、うん、てか、誰が。<laughs> <laughs> はいということをいただきました、はい、はいはいそうですね <laughs> えー、てか今日な何であんのに寒いわけ火曜水をクーラーつけていたのに今日はヒーターつけている忙しいや、うん、でテーマ何だったということではい、はい、幸せだなと感じる瞬間でメッセージをお待ちしております、うん、そうですねまあ軍団さんあたりは毎日が幸せでたまらないんじゃないですか、うん、いつも笑ってんじゃないですかいつもうんうんへへ <laughs> って笑ってんじゃないですか そんな笑い方だったおいやどんなでしたかねもっともうちょっと豪快でしたっけ豪快だと思うよお,<ー>お腹ポーンって叩いてガッハッハーみたいなワハハみたいなそんなそんなでかかったっけ <laughs> めっちゃなんで巨人って声低いんかな <laughs> <ー> <laughs> そんなイメージないイメージありますねでかいやつって声低いイメージあるけどお そういう意味ではあなた全然声低くないですね。僕ですかあ、一応、キーをちょっと調節してるからね。調節してるからね。してるからね。本当はもっと低いんですよ。本当は。あ、そうなんですかああ僕ももっと低いですよ。僕でかくないからいいんだけど。そもそも。あの、でもあるみたいですよ。何がですかやっぱり、形っていうか、要はソプランリコーダーとかと一緒で、もう同じ丸さ。 指を押さえるとか、みたいな。で、銅、ここ押さえとか。もう形一緒さ。まあ、元はな筒はな筒。で、隣の隆君のソプラノも同じ音が出るさ。層が出るさ。層が、うん、出るわな。うんうんうん。おっと、今、僕のアラームが鳴りましたね。この話やめれって言うから。もう終了ってことですからね。なので、この、喉から出てくる、肺活、肺でね、はーっとこの空気を吸って、 て声出すじゃないですか。で、その出るところの形が同じだと、やっぱ声の質も似てるんですよ。ああ、モノマネとか、そういうことか。あの、まあ、人間だからな、そんなにその喉のパイプみたいなやつ、変わんないから、その締め具合で同じ声出せるってことそうそうそう。ああ、言ってもな、難しいと思うけどな。顔が似てるとかね。顔が似てる顔が似てるとか。それだ。あそういうのも関係してくるわけあるあるある。 はあじゃあもう、例えば、そっくりさんいたら、声もそっくりさんなんだ。自然と。の場合があるっていうことか、まあ。その場合もあるし、うん、全然似てないんだけど、うん、声が似てる人もいるわけ、中には。うん、ああ、わかるわかるわ。でもこれって多分、その喉のこの構造上というか、その辺の違いだし、多分。使い方が似てんのかね、まあ、構造がな。あるかもしれんな。どんなかな、自分の声に似てるなって思ったことないだろう、でも。 うん、まあそれはないですよね。誰かがな。<ー>まあ実際こうやって喋って、あの皆さんの耳に届いてる声と、うん、僕らが自分で自分の声聞いてるの違うからな。ね<え>、うんまあ当然どんな声で届いてるかは分かってますけど、うん、やっぱり自分の声に似てるやつだって思わんからな。うん、人のことな。は、うんははは。はい、次。はははっは。え次メールないです。<laughs> あ、ないんかい。<laughs> はい <laughs> マジかよ。あ、そう。笑,笑い損ですね、本当に。何かな、幸せだなと感じる瞬間。なあ<ー>。あの、あれかな、うんうん、えっと、まあ、僕の場合は、この5年の間で、はい、まさかの結婚をして、そうね。子供がいるっていう、5年前は全然考えてもなかった未来だったんですけど、はい、今もお家に帰ってきたら、うん、この玄関の音で、たたたたたって、娘が走ってきて。うんうん まあパパって声をかけててくれるっていうところがありますかからあなんかい,い,いい場面だなこれはちょっとね、うん、あの想像ができなかったところですからねシングルの時はねまあね、うん、ちょっと家族がいるみたいな環境知らないからね、うん、そういう意味では確かに大きな変化なのかもしれないな幸せを感じやすいのかもしれないですけどね、うん、もう本当にさあの、うん、背中の方にもたれかかる感じで、うん えーってやるんですけど娘がねうんうんそれだけでももうなんか俺の鼻の下デラってなってる <laughs> 何がですか伸びてる伸びてるキモい感じになってるラクダのようになってるキモいな <laughs> 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 あそうまあそんだけもう幸せがもうにじみ出てるわけ顔から <laughs> そう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 ,あそうまあそう,、まあ、そういうことなんだろうなう<ー>まあでもお子さんいらっしゃる方はそういう場面が多いかもしれないね確かにね子供関係のことで 幸せを感じるっていいいう人がが多いかもしれないですがどうなんでしょうね子供いない皆さんはね僕なんかもいないですけどやっぱ日常的な自分のことに振りかかっていくんじゃないかなまあそれこそさっき言った酒飲んでて楽しいなあとかなんか注文したら結構量多かったなあみたいな幸せだなみたいな多めに入ってたなとかそうそうそういうことじゃない まあまあまあ、まあ、初めて入った食堂がめっちゃうまかったな、みたいなことなんじゃない、うん、そうかもね。うん。あとは、なんだろうな。なんだそれ <laughs>。一人もの幸せはそんな門下的な発言だないじゃあ、あのー、結婚が僕の中では、僕の中では <laughs>、はい、というか、はいはい、生きてる中では、あのー、すべてではないって僕は思ってるんですよ。あ、なるほど。 あ,まあ,まあ、あなたもね、一応ね、独身時代いろいろ苦労されてましたからね。まあ、苦労、苦労というかね <laughs>、うんうん、いろいろありましたから、まあ、なので、いろんな形があっていいんじゃないかなと僕思いますよ。なるほど。うん、そうですか。はい。まあ、皆さんからのその幸せの瞬間ね、うんまあ、どんどんメッセージいただきたいところですな。はい、えー。まだまだメッセージお待ちしております。えー、時刻は4時中49分ですね。えー、一旦 CM いきます。 さあ、ア味ーターラジオ、週末金曜日お送りしております。今日の番組のテーマは、幸せだなと感じる瞬間でメッセージをお待ちしております。はい。うん、じゃメールも紹介する前に、はい、イベントの知らせ、紹介していきましょうね,ね、はいあの。昨日、木曜日のアジラジのですね、えー、放送終了2分前に <laughs>、うんえー、ゲストで登場しました。 ええー、まあ、女性の方がいらっしゃったんですけども、はい。おまあ、昨日お伝えがなかなかできなかったので、ええー、この時間で改めて紹介していきたいと思います。ええー、これはですね、元大関の小西木さんが、うんあまあ、沖縄にやってきまして、で、その小西木さん、まあ、ハワイ出身ということもあって、で、そのハワイと沖縄ってまたあのー、 以前はね、食料ということで、この豚550頭、ハワイからまあ支援された経緯があるということで、うん、で、まあ、今回この小根敷さんがですね、まあ、東日本大震災の被災地でのボランティア活動、 うん、でまた戦後、食糧難だった沖縄へ日系ハワイ市民によって沖縄へ食糧が支援された歴史、うん、ハワイが日本を支えたこの2つの出来事を重ね合わせ平和の思いを届けられたらということで今回、ですねとあるイベントが開かれるとといううことなんです、ね、そうですすねねそ、うんえー、沖縄と縁の深いハワイ 海でつながった多くの人々と島の思いが一つになりますようにという願いが込められております3月の11日の京都3月の12日2日間、えー、小西木さん登場のイベントがあります、えー、まず今日この後夕方7時30分からスタートなんですけれども、えー、東日本大震災復興イベント「小西木ミュージックライブイン沖縄」というタイトルがついております、うんえー、小西木さんとおー タオポーさんでいいのかなで、それ以外にもですね、え、小武道太鼓集団風の前の皆さんの出演も予定されているということです。うんえー、場所がライブハウス桜坂セントラルということで那覇になりますね。えー、料金前売りで4000円ですが今日当日なので4500円で販売中です。 で、また3月の12日、明日、沖縄平和記念資料館、平和記念ホールの方では、ラブアンドピースというタイトルがついて、トークショーが行われていくということです。まあ、こちらにも小西木さんも登場するということですね、うんえー。明日のトークショーの開始の時間がお昼の12時となっています。こちらは入場無料で入ることができるということです。 で今回です、ねえー、番組を聞いているリスナーの中から抽選で3組6名様を今日の小錦ライブミュージックこちらに招待するということでございます、まあ、これから那覇に行けますよという方がいたらまたは小錦さんのライブを見たいという方がいましたらです、ね、メッセージを送ってみてください宛先は7 6 1ク f m c o ッ a j p 1> 1はいということで、はい、以上お知らせでございました、うん、いいですねやっぱりこうやって沖縄でもね、うん、こういった支援のイベントというのが行われているわけですな、うん、いいですね ま、あの、小西木さんも、うん、あの、ウクレレをね、持って、音楽活動もね、されてますけども。そうなんだよね。まあ、こうやって沖縄に来て、うん、で、まあ、何かと縁のあるハワイなので、うんえー、その縁も感じながら、まあ、今日のライブで、明日のトークショーにつなげていくということでございます。うん、さあ、メールもいくつか紹介していきましょう、はい。こちら、ラジオネーム、アルゴガルスキーさん。はいよ。えーっと、 モーリー先輩の帰ってからの幸せ実感ストーリー、いいっすね。うん。セクシーセキさんも帰ったら奥さんが、あなた、今日もお疲れ様でした。手と足を洗った後は、ご飯にする <laughs> お風呂それともっていうのがあるんだろうな幸せそうっす。今度僕が奥さん役するので、この小芝居やりましょう。<laughs> はい。はい、えー、丁重にお断りしたいと思いますね。あ、そうですか。<laughs> えー、なんだ、アルゴさんが奥さん役でしょうん。 ごついっしょ <laughs> 完全に。エプロンがな。エプロン、エプロン。ギャップがありそうだな、そうな怖いよ、や。うん。鎧みたいな体してるかな、あいつな。お帰りの牛が、ちょっと、いろいろ折れそうだよね。いや、もう全然。バキバキに。サバ折りですよ、僕にとっても。<laughs> <laughs> プロレスの技になりそうだね。なんかね。ハグのつもりが。そしてよ、あの、笑いながらハグしそうだもんね、あいつ本当に。いいじゃないですか。いやいやいや。言っても、おっさんですから、あっちもありがとうございます。ま、ということで。はい。えこちらも行きましょうかね。はい。青野軍団さん。幸せの瞬間。え高校生の時だったかや、お家でカレー食ってたわけ。それを見た親戚のおばちゃんが、幸せそうにご飯食べるよね。 と言われたわけ。<ー>だから美味しいご飯食べてるときが幸せな瞬間だはず。うん、アジラジ的な幸せ瞬間は、コマーシャル中にメールした俺のメールを、モーリーと僕ちゃんが、フラらよ、風磁で笑ってるのユースで見たときかな。<laughs> はい、ということで。<笑><笑> あの、ラジオはね、<laughs> なかなかこの映像が見えないですけど、そうなんですよね。ユーストリームはね、そういう意味では、はい、あのー、表情が見えるということで、<laughs> うんうん。リアクションがわかるってことですね。あの、意外と話してる中でメールを目で追ってて、<laughs> はい。ニヤニヤしちゃうときありますから、ね。ありますね。恥ずかしいですね、そういう意味では。見られてるっていうのはね。だこれが、あの、ユースト見てる方からすると、<laughs> はい。一人の笑いよりも、二人同じように笑ってるっていうのがね。<laughs> <laughs> さらにあれなんじゃないですか怖いな、はい、ちょっと駆け足でツイキャスの方からもいっていきましょう「はいはい、テントを頑張ろうかいさんですね」はい、今日のテーマ「でっかい風呂で手足を伸ばして使ってる時、うん、夜子供を湯たんぽ代わりにして一緒に寝る時あ<ー>、えー、不謹慎かもしれないけど災害なんかのニュースを目にする時改めて普通のことが幸せって痛感させられるということで、うん、テントを頑張ろうかいさんですね、うん、そういうことなんでしょうな、うん、やっぱり日常の中に幸せを感じる瞬間がたくさんあるという。 僕らなんかもね台風の時なんかに停電とかしたら、うん、断水とかしたらうん、うん、水も使えん、うん、冷蔵庫もどんどん、あのー、氷が溶けていくとかもうお風呂も入れんとかなるさ、うん、だそうなった時にね電気がつながることっていうのが。 停電後のよう、クーラーが動き出した音よ。うん、おっしゃと思うよね。<laughs> もう、部屋地んなところカチカチいうもんな。<laughs> なんかな、来たと思うな。そういうことなんでしょうな。はい。はい。さあ、ということで、えー、味食うたラジオ。 今日4時台はですね、えー、この辺でエンディングです。この放送はお母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、ソートバンク、中野町の提供で4時台はお送りしました。今日の番組のテーマは幸せを感じる瞬間で、この後5時台もメッセージお待ちしてます。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up, Azukuta, Corner. さあ時刻は夕方5時を回りました。この時間は沖縄市観光情報発信コーナーコザソースの時間です。えー、毎週金曜日この時間はエイサイヤの方から徳山玉樹さんの登場です。こんにちは。はいこんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ3月卒業式だったり入試だったりとかいろいろこう大きなね、はい、えイベントも終わりましたけれども、はい、徳山さんが なんとなんとご入籍ということで、うん、おめでとうございますいやー驚きましたよ僕今日今日しか知らないんでいえいえ3月のねいい日にはい、れて入籍<席>皆さんがそ高校卒業してる頃僕は結構入学ですよねなるほど 大人ですね、ラジオ来ないと思ったら結婚してたんですね、忙しくて、そうですか、先週ということですね、いった先週の火曜日ですね、わわわわ、なんかこう、心境の変化ってどうですか、ないですよ、全くないです、実感がまだないです、ああ、そっか、まだおままごと状態です、ああ、まあでも、役所に行ったときなんかは、ちょっと緊張したんじゃないですか、そうですね、はい。

一応書き直してもらったんで。ああなるほどなるほど。その方がいいです。そうだな。大事ですから。リマットだったればなんかシャシメでも取っとけばよかった。そればっかりが後悔で。まあでもこれからね、またあの家族持ちましたから。はいはい。またこれからも仕事に精が出るように。そうですね頑張っていただきたいなと思います。さあじゃお知らせということで。はいそうなんです。来る日曜日ですね。三月十三日。 なんですけども、こちらですね、まあ3月にまあ A サーのイベントというか、東日本大震災ちょうど今日ですよね。はいはいのですねチャリティーエーサーっていうのが3月13日行われます。で場所はですねイオンモール沖縄ライカム一階広場とあの水槽があるあたりですはい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 。で時間帯がですね19時から21時21時まではい夜やるわけですね。で出演が沖縄市の村田青年会と小や青年会と。 でも、まあ、青年会のエーサーだけじゃなくて沖縄民謡とか竜部、うん、とかそういうのもありますんで。うん 皆さんぜひこぞって来ていただければなと思いますはい、はい、よろしくお願いします今度の日曜日夜の C からとなっております、はい、あの清掃前でエーサーをやるっていうのは、はい、ライカム的に初めてですかねいやまあ何度かいろんなイベントはやってるのでもしかしたら初めてじゃないかもしれないんですけどあの多分3階とか5回のスカイホール的なところだとあると思うんですけど 多分水槽の前初めてじゃないかな。はいはいはい。まあ、多分ね、あのショッピングしながら、ついででっていう方も多いと思いますけれども。まあ、あの、ぜひね、日曜日に、イベントありますので、よろしくお願いいたします。チャリティーサーということなので、皆さんのお気持ちも少しいただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい。以上でしょうか。はい、真面目な話以上です。はい。はい。じゃ。あ これから五分ふざけた話をはいぜひぜひ俺たちがはい俺たちがふざけた話をはいそうなのなんか面白いこの結婚面白い話を僕にあそういうの気をつけた方がいいよとかそういう結婚の先輩としてねはいやっぱりそこは一つアドバイス的なものを義父さんからわかりましたこれねいいの一つあるんですよあそうですかいいのがというか肝に銘じた方がいいことがありましておうんうんう 徳山さんがラジオに出られている時、はい、毎週来てますよね、はい、金曜日、はい、映像と音声は残る、はい <laughs> はい、で、相、はい、方が聞いているという可能性も、はい、視野に入れて、やった方がいいと思います。はいあはい、そういういことですそれについて、僕、ちょっと一言、答えさせていただきますと。 僕や、はい、あの徳山さんはそこまで気にする必要ないと思ってるんですよ。そうですよねそんなに普段から何か気に留めるようなことをやってるわけでもないし,ないし発言もおかしくないおかしくないいと思いますよね彼なんですよ、問題は。<laughs> <laughs> 彼だけの心の中に留めておいてる、はいまあ、一つのルールみたいなものなんですよ。はい 奥さんに聞かれても大丈夫なように番組を進めよう、はい、リスナーは二の次的な話なんですよ多分。ああそういういことですね嫁っていうキーワードの時とかはもちろんこうマイクの前だけに集中し,しゃべるつもりなんですけど。はい よぎってはいいます<おー> <laughs> がなので <laughs> まあねでも義母、あのーまあ、さんの場合はあのー、アシスタントも女性多いですからそういう意味ではやっぱ気遣う場面はあるのかもわかりませんねう逆にそういうリミッターがないとどこまでいくかわかりませんから、ね、あもう心配でしかないですね。<laughs> ちょうどいいですよ。ちょうどいいのかもしれないですね。ゲボさんの場合は。はい。仕事的にもちょうどいい縛りができてるということ。あ、なるほどね。はいはいはい。や、まあ、でも、あの、徳山さんもね、これからだと思いますよ。はい。これから、これからですね。出現はなるべくしないように。あの、まあ、これはこれ置いておいて、ええ、これからまた徳山。さんの、奥さんと。はい。スクラム組んで。はい。ゴーっていう時間もね、増えてくると思いますので。はい。 これからが楽しいと思います。わかりました楽しみにしていきたいと思います。じゃあ、ミラさんから。結婚のアドバイスですか。結婚してからのアドバイスですか。そうですね、えっと、嘘はつかないていうことですから、分かんないですけど。すごい。バレますね。完全にバレますね、本当に。なんか最近、身にしびるものがあったんですかなんか あ、いえ、僕はもう全然嘘つかないですけど、はい、ついたらバレるだろうなと。はい。ということなんですよ。わかりました。本当ね、あの、身の回りの大事なものが全部取り上げられる可能性があるんですよね。カード類とか。危ない。ですよこれリアルで危ない話ですね。あの、結婚したアドバイス的な聞かない方がいいかもしれない。そうですね。あ、ろくの話ない、ないんですよね。 まあでも楽しい未来が待ってると思いますので、はい、新しい家族が増えることを、はい、願っておりますありがとうございますということでコザ、はいえー、ソース今日の担当は沖縄市 A サの方から、えー、徳山玉樹さんでしたありがとうございましたはいありがとうございました さあ、アジクーターラジオ3月の11日、週末金曜日、生放送でお届けしております。えー、今日の番組のテーマは、幸せを感じる瞬間というテーマでお届けしています。昼間の奥さんからのメール紹介していきましょう。はい。懸命に、寒い。<laughs> だからよ。もうこれ、あの、昼間の奥さん用語ですけれども。<laughs> そうなんだ。まあでも、伝わるっていうね。伝わるな寒いの、ね、最上級。はい。寒い。えー、昼間の奥さんよ、アジクーターの皆さん、こんにちは。こんにちは。寒いよー。重ね着だよー。 まるいよなんだよあの日から5年、えー、当時神奈川県在住の兄貴の電話はすでにつながらず<ー>、えー、津波警報地区が赤く染まる日本地図を見ていました津波の映像を見ると自分に水圧がかかったように苦しくなります、うんえー、これって PTSD なんでしょうかね えー、あとの国の対応で、えー、自殺に追い込まれた人もいます、えー。こんな遠く離れた小さな野菜屋にも風評被害の実態がありました。えー、放射能が漏れるなんて経験がなかったからねということでいただきました。さて今幸せの瞬間。えー、こんなしてラジオ投稿できるとき、えー、ご飯の後に出てきたチョコレートをテーブルの上で取り合うとき、何やかんや言っても子供が楽しそうに学校に行っていること、そして え本日も残りわずか泡をした1メートルほうれん草150円で幸せ感じませんかあらということでいただきましたはい昼間の奥さんからのメッセージでした、はい、そうね、まあ、いろんなところにやっぱり影響もあるんでしょうけど、うん、まあそんな中でねなんかそのチョコレートを取り合うだとかんか楽しそうに学校に行ってる子供みたいなことにね幸せを感じるということですけれども、うん、そういうことだねそうですねうん、うん それよりも何よりもなんだよってなんだよ <laughs> ここあのあるじゃないですかえ当、ー、ね本当もう昼間の奥さんのさ自分で乗って突っ込んでっていうねもうね気持ちわかるわそれだけは本当にありがとうございますさあこちらも行きましょう <laughs> ハイゼットさん はい、えー。モーリーさん、正規さん、ハイサイ、こんにちは。こんにちは。ハイゼットです。はいよ。幸せか、幸せを感じるときは、さっき正規さんが言ったように、うんえー、自分も酒の先ですかね。ね。最近はドゥシグワー飲むと、将来のことだったり、家族のことだったり、うん、親のことだったり、うん、今までにはなかった、なんか意味のある飲み会になってきたりして、うん、居酒屋から帰るときに、いい酒飲んだなと思うことも増えてきました。ああそうなんだ。えー、バカ騒ぎするときも、 もあることはありますけどね。うん、いとこ同士とのもあいでも同じ社会人としての立場でおじさんとか、えー、酒飲んでためになる話も聞いたり、話をしたりして子供の時とは違う感情があっていいなと思ったりすることもなんか幸せを感じます。うん、まあまだ一人者だから結婚する相手見つからんのかとかも言われますけどね。えー、取っていって幸せを感じることもいろいろ変わってきたりするんでしょうね。上等奥さんかめたいな <laughs> はいいありがとうございますそうなんだよな飲み会の話が変わってきてますよやっぱりあの話す内容がねそうそう、うん、若い時はもうとりあえず飲んで酔っ払ってワイワイやって楽しいんだけどねとっても、うんうん、楽しいんだけどどっかで「あいややりすぎたやつさ」って後悔するんですけどたま、うん、にやっぱり今こう大人の、ね、みんなそれぞれの環境がある中での、うん、熱い話をした後ととか飲みの、ね、中でして。うん その後やっぱり考え直して、ああ、なんか昨日の飲み会良かったなーとかって思うことは、確かに増えましたね、うーん、あーいいっすね、なんかあれね、なんか大人だなって思うね、俺もね、何が何がですか、何がですかいや、だからそういうことを思感じるようになったんだなーつって、俺、俺がね、あちょっとこうキャッパーが大きくなったみたいな、そう,そうそうそう、そうほう,ほう大人になったんだなーつってな。うん <laughs> 大丈夫です。ないです。何も。んかなこれ以上の。あの、顔が変化するんだよな。あの、心にもないこと言ってるときに。何だろうな、これ。んだろうな。心にもないこと言って。パターンかな顔が変化するんだよな。だから嘘バレんでしょうね。わかんないですけど。何だろうな。知らねえよ。何でしょうね、これ。こっちだって一生懸命喋ってんだよ。そうな。 どうすかあのー、まあ、さっきのね、徳山さんの時もチラッとそういう話ちょっと出ましたけど。はいはいはい。やっぱりあの、綺麗な女性に話しかけられたりすると男は嬉しいもんじゃないですか。いやもちろんそうですよ。顔に出てるもんですかね。あのー、僕はですよ。ええ。出ないように、うん。抑えてる。うん、え超平常心にしてる。あなたですか僕。はいはいはい。はい、<laughs> 一切あの、出てないはず。出てますって。<laughs> <laughs> いやいや、あなたぐらい分かりやすい男も、そうそういないですよ、言っときますけど。俺、完全にお振ってるよ。あのね、たまにチラマッカーしてる時あるからなあの。心のカフがあるんだったら、振 <laughs>、うん、って下げてる。<laughs> ゼロなんだ。ゼロにしてる <laughs> そう。いや、その気持ち、僕も、僕も心のカフゼロにしてますけど、うん、多分よ、お互いよ、面には出てる <laughs> うこういう、このおっさん二人、ニヤニヤしやがってみたいなこと思われてるからな、絶対。 やたら質問が多いとかね。ああ、そうそうそう。リアクションがいつもと違うとかね。ええって言うとかね絶対アルバよな、これ。なんだろうな、隠しきれないんだろう。男なんだな、やっぱな。いや、意外と、やっぱりね、あの、集まるメンバーというか、アジラジのこのアシスタントの皆さんでも、顔に出やすいですからね、皆さん。あ、皆さん。アシスタントアシスタントの方も顔に出るってこと出やすい。ああ、そういう はいはいはいなんかそういうことあるわけ。もうやっぱり日替わりで違うさ。そうね。アシスタントさんが、うんうん、やっぱそれぞれこのキャラクターがあるさね。そうだね。うん、でやっぱり表情とか、うん、あのー、その辺のまね差はあったとしても、はい、顔に出てるなっていうのがすぐわかるわけやっぱり。うん いつも見てるからかもしれない。はあ、はあ、あこうやって2時間もね、それは顔合わせてしゃべりゃな、空いてる表情ぐらい見えるわな。あそろそろもうガソリン切れてきたんだろうな、あ<ー>お腹空いてんだろうなとか、なんかこう変化がね、見て取れるうん、うんはあ。それはあるかもしれん。いや、まあ、あなたにこそ分かることかもしれんね、それはね。うん、今日はちょっとテンション乗らないなとか、うん あれ、そろそろ喋るネタねえな、こいつ、みたいなことでしょとか、ゲストが来て、僕といる時よりもテンションががぜん上がってるとか。<laughs> <laughs> ゲストと一緒に帰ろうとしたりとかですか <laughs> おいおいおい、みたいな。 <laughs> あいいっすねそういうのを読み取りながらやっぱりアシスタントさんとうまくやるっていうのがやっぱりそのメイン MC の手腕ですよ腕の見せ所ですからね、うん、えなんかねやっぱこう、うん、女子にこう囲まれてるさ一応まあねお仕事としてはアシスタントがいるっていう状態の仕事が多いものだからはいはい、はい、イベントもそうだしな,なんでなのかなっていろいろ考えたわけ、うん、で娘が生まれてるさ、うん、ってことは将来的にこう女の子家族というか、はい、なった時とか、うん その辺のこの対応の仕方とか学ばないと、ああ、そうか、若い女性に対して、そうそうそう、どう接していくかっていうのを、そう、僕は捉えてますけどね、ああ、絶対これ、パパキモいって言われるパターンです、ね、あ,あもう俺はもう、心のカフは自動に下がるでしょうね、<laughs> <の>そうなると。<laughs> あなたの顔速攻興さからな <laughs>。娘に言われたらな、絶対。いや、まあ、そうだろうな。ちょ、うん、っと想像しかできませんけれども。でもまあ、若い女性と絡むこと、まあまああるじゃないですか。うんうん。仕事でよ。うん。まあそれこそイベントなんてさあのあなたその、あなたと女性と2人で MC して回したりするわけだし。そういう時はまは、仕事モードだからさ、うん、そんなにやにやしてないと思うんだけど、うん,うんうん。でも、ニヤニヤする瞬間あるからな、ね、一応。 あ、そうですかうん、ニヤってしてる時やるから。<laughs> <laughs> あなんかね、あの、心配なんですよ、僕は。あの、あなんたそう、まあ、人前に立って。はい、だいたい女性と、僕、俺と立つならいいよ、別に。お子さんどうしたからどうでもいいんだけど。はい、あの、女性と立ってる時に、なんかしょっちゅうニヤニヤしてるから、<laughs> みんなね、見に、見てる人、あそうか、DJ モーリーっていうやつはいつもニヤニヤしてるやつなんだなと思われてないか <laughs> ういュッと。<laughs> そうそうそう。鼻の下ばっか伸ばしやがってみたいなね。 俺、あんまりは仕事で考えないけどな、そういうこと。まあね、まあ、それはもう僕もそうですけど、ああですけど、で、出てんのは出てんじゃないですか。ああそう、そうなんだね。うん,う,んうん、わかりました。今度映像を見てみます。そうですね。<laughs> 映像が多分物語ってるはずですからね。そうですね。はい、ちょっと見てみてくださいね。はい。はい、えー、ジャビオさんからいただきました。はい、これね、あのー、ヘルプメールから紹介しました。ヘルプメールあのー、自動的に迷惑メールに、 ヘルプメール。はあお尻と足の付け根が付近にお出きができて、うん、営業車に乗り移ろうとするたんびにし、えー、みて痛いたやすさシェキ<ん>先週フェイスブックで俺とつながってからの一週間、うん、楽しく過ごしてるか <laughs> で今日のテーマ、幸せな瞬間 <laughs>、えー、配達中、トイレしたいけど、なかなかトイレ探せなくて、うん、やっとトイレにたどり着いて、えー、おしっこした時かなー、ほ、えー、他の人から見たら、顔が開放感で、えー、生じらしてるはずね <laughs> ということでいただきました。そうっすね、じゃあ秒参加いただいております分かるな まあどうしてもね、うん、用を足したい時に限ってないとかあるからなあもうタイミング逃して本当によやばい時あるよ、うん、もう慌てる <laughs> 本当にじたばたする、ね、まあ今でこそねコンビニ増えてるから、うん、あの何かの時はねうん、うん、パッと寄れますけどそうなんだよなでもあのー、コンビニさんのトイレって大体入ってるんですよあ,あるなだからあ,のー、あよしトイレあったコンビニだっていうその安心感は出せんな 気抜いたらね、ブロックがあるから <laughs> う、ちょっとでもあの口を開こうもんなら、もうやばいことになってしまいますから、だからこそのまあコンビニさんには失礼かもしれないですけども、もコンビニがあったからといって、トイレの油断は俺は絶対しない。なるほど。回、うん 赤いマークがね、ついてて入ってますよう表示されてても、<laughs> うん、一回雑誌読む余裕は持っておいた方がいいってことですね。<laughs> そのぐらいのやっぱりこの体と心の余裕はね、うん、持って望みたいもんですよね。最後の取り出た気になっちゃうとね、大 <laughs> 変なことになりますから。はい、さあ、ハイゼットさん曲のリクエストということで、これ久しぶりのリクエストかもしれませんね。夜縁、うん、のナンバーで夜空を待ちながら、 さあ、ラジオネーム、ジャビオさんじゃなくて、ハイゼットさん曲のリクエストをですね、野宴のナンバーで、えー、夜空を待ちながらという曲をお送りしました。さあ、えー、メール、これジャビオさんから来てますけれども、はい。えー、モーリーということで、えー、とうとう俺のメールも、迷惑ボックス行きか、気がついたら助け出してよ、といただきました。はい。まあ、これについてね、 曲中2人でなんでかなっつって話してたんですけど謎が分かりました、ね、かりましたね、はい、アジラジだけかなっつってね、うん、アジラジのリスナーが悪いんじゃないのっつって言ってたんですけど原因分か,分かりましたね、うん、あの皆さんのメールがあの迷惑メールとして感知されてるんですけど、まああのー 感知するんだよね、言えばね。うんうん。あ、これ迷惑メールだなって言って。そうそうそう。うん、あの、グーグルのメールを使ってるんですけど、こちら。は感知するんですけど、おそらくね、メールの内容にね、卑猥な言葉が多すぎるんですよ。<laughs> 迷惑メールと似た方って判断されてるらしいんですよ。そういうことなんですよね。<laughs> <あ>なので、<laughs> カタカナを多く使ったりとか、あのー、 そういうことですよ、言えばね。そうなんですよね。うん、まあ、ぶっちゃけ、その、まあ、ジャビオさんもそうですけど、皆さん、卑猥なのは卑猥なんですけど、うん、せめてもうちょっとよりでお願いしたいですあの、そうだな。多すぎると、<laughs> <ぎ>る <laughs> 迷惑メールだって、Google さん感知して、ええあの、迷惑メールボックスにピンって送信されるっていうことですからね。<laughs> そうなんですよ、うん。まあ、助け出しますけどね。 そうですね、<laughs> 本当に今助けは出すんですけど、あのー、先週のことがあるから、たまたま見てたら、ジャビオさん1人だけ入ってるわけ、<laughs> そこに、あと全部迷惑メールの内容なんですけど <laughs> 迷惑メールの並びにジャビオさんのメールあるけどね、違和感ないんですよ、わ <laughs> かんないですけど、<laughs> そういう意味では先週、大体迷惑メールに行ってたさ、メール、そうです、ね、メール来ないな、来ないなって言ってたのね。うんうんうん えー、皆さんのメールの内容がひどい。内容と、<laughs> あと言葉の変換じゃないかな。かな、うん、まあいいんですけどね、全然どんどん送っていただいて。あの、こっちでね、救出しますから。はい。はい <laughs>、えー。えまた、めげずに送ってみてください。はい、さあ、CM の後は、この後は、地域密着、道路交通情報の時間です。 さあ、時刻は5時30分になりました。地域密着、道路交通情報の時間です。沖縄市内の現在の渋滞情報ですが、今のところ目立った渋滞はなく、スムーズに流れているようです。FM 小座前、パーカーベニューから見える国道330も、小ザ向け、小屋向け、両方向とも順調に流れております。さあ、この後の天気情報ですが、北の風やや強く、雨、 夜遅く曇り、波の高さ4メートルうねりを伴います。この後の降水確率50%の見込みという情報です。さあ今日一1日ちょっとね冷え、冷え込みましたけれども、明日12日土曜日、北の風のち東の風晴れ、明け方まで曇り、波の高さ3メートルのち1.5メートルうねりを伴います。えー、明日の天気はまあ晴れの予報が出てますね。 えー、午前中午後ともに降水確率0%の見込みだということです。朝の最低気温が13度、日中の最高気温が19度になりそうだということです。まあ今日よりもね、ちょっとまた気温がこう高くなっていきそうだということです。さあ13日日曜日、えー、曇りのち一時雨の予報が出ています。えー、降水確率60%の見込みということですね。 えー、日曜日には最高気温も20度を超えていきそうだという情報です。えー、来る日曜日には、えー、小座 A ランチ選手権が控えておりますので、えー、後ほどその A ランチの情報もお送りしていきたいと思います。以上、ここまでは地域密着、道路交通情報と天気の情報をお送りしました。 さあ、アジクータラジオ、週末金曜日お送りしております。あの、今週末結構イベントが目白押しで、この、今週か、えー、明日、明後日ですね、えー、市内で結構いろんなイベントが開かれるということなんですけども、はいえー、まず日曜日、沖縄市の運動公園、小座新勤スタジアムの前の広場の方で、えー、第5回、 小座 A ランチ選手権が開催されます沖縄市を含む中部地域のランチの名店が大集合ということです、うんえー、一皿600円の A ランチを食し投票でグランプリを決めるイベント、えー、他にもクラシックカーの展示や地域のエーサー演舞子どもたちによるダンスなどなど予定しています 毎回多くの来場者が集まり、沖縄の戦後食文化の象徴とも言える A ランチのナンバーワンを決定するんですが、この小座 A ランチ選手権、えー、まあ A ランチ、B ランチ、C ランチということで、まあ、内地でいう小畜梅にあたる、まあ、そういった料理がね、出てくるということでございます。今度の日曜日、お昼前、11時からですね、午前11時から 夜の7時30分まで行っているということです小座新勤スタジアムの前の広場の方で行うということでございます、まあ、今年もね、また、あのー、過去の、えーまあ、受賞を逃したそんな店舗の参加だったりとか、まあ、またこう、ね、どこの店舗を,をやってくるかっていう情報がね、まだ分かんないので、うんえー、ぜひ皆さんもお腹空かせてお昼前から小座新勤前 えーまあ、特設会場が、ね、作られておりますのでこちらの方にどうぞ足を運んでみてくださいいいねあんなところ行ったらよ、うん、あれも食べたいこれも食べたいになるからなうん そしてまた、あの、でも、なんていうのかな、まあ、ワンコインというか、安い値段で少しずついろんなのをたくさん食べれるような会場になってますからね。あの、ぜひ本当にお腹すかして行ってみたらいいと思いますな。あの、クラシックカーとかもさ、展示されてるから、ああ、いいな。意外とこう、男性の方というか、あの、お父さん方は大好きかもしれない。子供も一緒にね、一緒にれてってな。楽しみですね。ちょっと天気の方が気になるのは、なるけどな。 まあでも行ったらまた絶対楽しいはずですからぜひ皆さん足を運んでいただければなと思いますねはい、はい、そして、えー、ちょっと前後しますが明日土曜日なんですが「あやみやの宴という、まあ、舞台がですね、えー「ミュージックタウン音市場」3階ホールの方で行われていくということでございますベンビーさんまたはスペシャルゲストに小嶋美佐子さんらが登場する、まあ、舞台ということでございますうん、うん なるほどこれもねもう、まあ、昔の琉球から、えー、現代にかけての、まあ、物語ということでベンビーさんなんかをねもうここ最近もずっとベンビーさんがこう出られておりますけれどもそうです、ね、沖縄の芸能が大集結琉球王朝時代から現在まで に生まれ根付き文化とともに受け継がれてきた数々の伝統芸能ということで照明だったりとか音響だったりとか、うん、このプロのね皆さんの表現の舞台をですねぜひ見に来てくださいということでございます、うん、これはでも多分若者からあの年配の方まで。 楽しめると思いますよ、うん、あの琉球舞踊だったりエイサーとか、はいうん、あと獅子舞とかそう,です、ね、そういったのをその沖縄総合エンターテインメントショーということで、うん、その舞台にいろいろ構成を作って、まあ、舞台として盛り上げるというようなところになってるはずですからね是非、うんうん、こっちもまた見に行っていただければ楽しめると思いますなはいよろしくお願いいたします、うんはい、さあそして、えー、また3月といえば来週は 14日月曜日かな、うんえー、ホワイトデーなんかも迫っているんですけどああ、はい、これ多分ほとんどの男子は「安さ」と絶対あれだぜ今、えー、モーリエなんでユーうばって思われてる <laughs> 逆に <laughs> 逆にいやあの行った方が僕はいいと思って言いましたあ,あそうっすか <laughs> だって当日忘れてあえ、うん、ってなってごらん <laughs> やってごらんなんですよそうか、そうか。それ以上のことが、その後待ち受けてるわけですからね。待ち受けてるわけですよ。なるほど、なるほど。あの、傷が浅いうちに直しとけですね。怖っ。今気づいてたら、その当日にサプライズ的な感じができると。準備できるから、この週末で。そう。ああ、ありがとうございます。これね、あの、職場もそうですけど、パートナーからね、はい。もらったんだけど、あい、安さ っていう人もいるかもしれません。ですね。どうですか。ホワイトデーはしっかりお返しするタイプですか。もうもちろんです。さすがです。男の鏡ですね。はい。え、女の鏡。男の鏡か。いやいやいや、まあ、それはもう、やっぱりちゃんとね。はいはい。お返しする日ですから。もうやっと系ですよ。うん。僕もやりますよ。ちゃんと。や、なんとね。や、あの時。ただ、あの、いつもね。本当ね、いただくんですよ。うん。 あのー、お返しして、え、開けてないですけどって言われるときあるからな <laughs>。相手が覚えてるんだけど、この人からも多分もらってっただろうな、プラスみたいな、うん、そういう気持ちなんですよ。あまあでも、それでもいいけどな、ホワイトデーはな、あ<ー>お返しするというよりは、もうその日頃、お世話になってる女性の皆さんにこの感謝を伝える日だと僕は思ってますから、そんな上あげてないですよなんて言われても、いやいやいや、もうこちらからですよって、やりたい。 ですね。<laughs> <laughs> まあそういう気持ちで,えで,でえ接した方がいいんじゃないかということですねはいわ <はい S 1> かりました <laughs> まあ下手になあ,のありがとうとかって言うとなえっ <うん S 1> ってなるからねなんて言って家渡そうかね どうもーっつって渡せたいいのがあったんでみたいなのがいいんじゃないですかあなるほどなるほどおいしいって評判なんでみたいなあはいあそれもそれもいいなそれかうんこれめっちゃおいしかったんですよって言ってはいあもうおすそ,そ分けみたいなぜひあなたにも食べていただきたいんですとそう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 チェルシー的な気持ちで、うん、あホーラーの方、うん、えあなたにもほうーラー <laughs> <laughs>

そんなななんかなぐらいでちょっとやるんですけどちょっとまだすいません情報あれですけど5回目か5回目ですね今回ねなんかあれだね那覇市沖縄市それぞれそれぞれのこのスタジアム前でやるんですねですね <そう S 1> やっぱりあの沖縄市でもやって那覇でもやってまあどっちも行きたいなと思われる方も大勢いらっしゃると思うんですけれどもまあ近いところでね行って食べていただければいいかなとは思いますねうん,うんあそうだあの今日あ昨日から始まっている<へ>い工芸フェア<あ>沖縄市そうそうそう そうだよ。え、FM 誤差も明日、え、1時から4時まで。そうなんですね。特番をやるということで。はい、3時間特番を、え、その工芸フェアの会場から、はい。え、ラジオをお伝えしますんで。そして MC がですね、はい。え、アジラジ木曜日アシスタントのヤラあゆみ。うん。そして、え、日曜日 SPC がのパーソナリティであります二人、SPC のふ人が、はい。え、MC 立ちますので、ぜひ皆さん応援してあげてくださいね。遊びに行ってください。はい。あの、今日行ってきたんですよ、工芸フェア。あ、そうですか。どうでした あのー、なんだろうね、俺、本当に今まで何回か行ってますけど、うん、ちょっとこう敷居が高いのかなとか勝手に思ってたわけあもちろんお値段はあのうまいするものももちろんあるけれども僕らでも買えるような500円だったり1000円ぐらいの財布だったりとかはい、はい、あとこう、革だったり、うん、あと工芸だったりとかあと陶器だったりとか。うん あとこう、島酒を入れる、まあ容器、とっくりっていうんですか 立ち瓶とかかなそういうものとかもあったわけあうね木のスプーンとかああちょっとしたものもねたくさんあって非常に楽しめますまた制作体験なんかができるブースがたくさんありますから自分の手作りの例えば瓶型染めを作ってみたりガラスを加工してキーホルダーを作ってみたりとかそういった体験もできるしもしかしたら去年やってたんですけどもスティービーさんが MC 立って工芸品のオークションをやるんですよそこで やっぱり義、ま、母、あ、さんも今言いましたけれどもちょっと普段手が出ないなというような素晴らしいその工芸品、うん、高価なものからあの手,出し手,手が出やすいもうお手軽なものまで幅広くオークションをやってますので、うん、そこで普段よりも安くゲットできればまたそれ楽しめるかなとも思いますね多分オークションよ今日だったんじゃなくてきょうか、まあ、3日間やってるからなそうなんですよはい、はいまあ明日もまたこうやって開催されておりますのでぜひというところですね人いっぱいいたやっぱりうん ちょっと雰囲気もね、楽しいんだよな。工芸フェア。ねえ。うん。見て回れるからね。そうそうそう。でも、シェイキーズが目の前にあるから。そうなんですよ。このシェイキーズのピザの香りを、嗅ぎながら、工芸フェア楽しむっていう。<laughs> はい、明日特にそうだと思うよ。<laughs> そうね。うん。僕はあれですけど。何ですか <laughs> 僕は行かないですけど。<laughs> ちょっと別用がありまして、僕はちょっと明日会場にはおりませんけれども、よろしくお願いします高原、まあ、フェア見た後に、えー、シェイキーズ行ったりとか、そうですね、3階行ったりとかね、あもうその場所でも一日楽しめるようになってますから、そう,そうそうそう、はい、ぜひ皆さんというところですね。 本当ね、<laughs> あの、工芸見ながら、<laughs> シェイキーズの匂いめっちゃするなと思って。<laughs> するよなあそこなわ<ー>かるわ。多分ね、今年も、その FM 講座の,あのブース、はい、ラジオブース、シェイキーズさんの前に構えるんですよ。あ、なるほど、なるほど。だからまあ、それこそ3時間ずっと、ああですよ。<laughs> もうこの際ね <laughs>、えー、シェイキーズさんからできたらいいなと思いますけどね本当はね、うん、食べながらできればいいんだろうけどな、うん、まあそこはまたいろいろまたそれ以上のものもたくさんありますから、うん、皆さん楽しんでいただけると思います、うん、はいさあこの後もまだまだメッセージをお待ちしております <laughs> さあ一曲挟んでいきたいと思います大橋トリオで誇り高き花のように さお届けした曲は「大橋トリオ」で「誇り高き花のように」でしたさあエンディングの時間ですけれどもツイキャスの皆さんからもコメントが来てるんですね、はい、ああいただいておりますねえー、っとジャビオさんからですねはい 来週全部カタカナでメッセージ送ってやるってカタカナでツイキャスに来ました。メールを送ると迷惑メールとして読まれると言ったもんですから、うん、ツイキャスに切り替えたみたいですね。多分そういう問題じゃない。そういう問題じゃない。言葉のね、チョイスというかね。うん、そうなんですよ、うん。フレーズ次第だと思います。<あー> <laughs> うん まあ、ツイキャスのアイコンも卑猥っちゃ卑猥な感じしますけどね。まあ、そこはいいでしょう。トンチンカン漫画トンチン感ンの。<laughs> トンチン,カン、はい、えー、テントがんばるうかいさんですね。はい、メールのチェックは厳しくて喋り手のチェックが緩いってどんな曲よってことになります、ね。あ<ー>あそれ。まあでも言葉選んで言ってるからな、こっちもな。えあのメールよ、メール。百パー、ね、100%読んでないですからね。 変換変換してますからね一応は一応なはいそしてきなっこさんですね「この曜日一番好き聞けてラッキー」ということでいただきました嬉しいっすありがとうございますあ。なんか久しくこういうメッセージいただいたことないですねしみるねしみるなんでしょうねんでしょうねあの人に優しくされた時思い出した今ああ俺も俺もね人に優しくしようって思った うん、けけシェアしようね、シェアしようそうだな。いや、本当に久しぶりだね、<laughs> こういう、あのあ<の>なんていうのこういうメッセージな。純度の高い、純粋なメッセージ。おうおう俺なんか、染みやすい方じゃないですか、<laughs> <laughs> すぐ染みるじゃないですか、もう大事にしていきたいですね、その感覚はね。あれですよ、あのまあ、この番組ね、いろいろ本当にやっけなリスナーさん多いですけど。 <え>何ですかあ多くて本当ありがたいなと思うんですけども、うん、多分ねあの聞いてる皆さんほか、まあ、にもいらっしゃると思うんですよ、うん、どんどん送ってもらいたいんですよどれぐらい聞いてるかな、うん、あのーあのー、以前、うん、このあじらじがどれぐらい聞いてると思いますかってアンケートしたことがあったわけあ,あるんですか100人っていう人もいれば、はい、7人ぐらいだろっていう人もいたし <laughs> <7人> <laughs> いや、300、400は言ってんじゃないのっていう人もいたりとか、いろんな人いましたけどね。ここ難しいところなんだよな。あの、聴取率なんていうのはたまに局で取ったりしますけども、うん、この番組、アジクルタータラジオどれぐらい聞いてんのかっていうのをね、一、うん、回調査したいですね。街に出て。ああ、繰り出してね。はい。うん、あの、もう、道行く人に、アジクルタータラジオってき知ってますかみたいなことを、うん、僕らでやってみませんか、それ。なるほど。 いいね、まあ近場でいいですよ、近場でいいですね、うん、いいと思いますよ、<laughs> あっ,って言われるかもしれないですけど、なんからね、本当、普段聞いてるだけの皆さんもたいらっしゃると思いますから、はい、あのこうやってしみるメッセージをね、どんどん送っていただきたいと思ってるんですよ多分そのうち、うん、それを読むたびに、うん、涙を流すでしょうね、僕はそうですね、僕も本当、泣きながら喋る日が近いと思ってますよ。どんなな感じなの 今泣いてたんですよ、本当。言葉にならないんですなるほど。街で今の何だば。誰に謝ればいいば、ほんとに。聞いたことあるな。ありますね。下水言葉でしたはい。さあ、こんな感じかな。そうっすね。ありがとうございます。今日のメールということで、以上でございます。どうですか、ギボさん。き今日振り返って、なんか幸せだなっていう感じること。 あのー、僕はですね、うん、ラジオがなかったら、あのー、どんな人間になってるんだろうなっていうのが、<laughs> やばいや、怖い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 。心配なんですよ、これは。いや、心配ですね僕も <laughs> 僕、僕もかなり心配ですね。1> だ1週間の中で、<laughs> えええー、僕、まあ、他局も合わせると、6日喋ってるんですね。<laughs> そうですね、はい、ってことは、それだけこのラジオにあの来てる時間が。うん 裂かれるってことですから。そうですね。僕の生活の中で。まあ移動距離、準備時間含めてね。そう。え、どんぐらいの時間なのかっていう話ですけど。これがなくなるってことを考えたら、もう多分人格が変わるんじゃないかなと。僕の中で思うんですよ。多分ね、家でソファーの上でもやしみたいになってるでしょうね。やしの尻尾みたいになってるでしょうね。あんたのことですから。できればどの場所に行っても、角に角に自分置くでしょうね、きっと多分な。センターには行かないだろうな。行かないと思う、絶対。これ怖いよな、考え 考えたら、なんかその人前で喋ることがなくなったらよ。うん。多分、本当によ。やばいと思いました。僕もそうすけど。まなので、それをこう総合すると、ラジオの生放送だったりとか。番組があることが。幸せだなって思うわけですよ。本当に。岩尾さん。はい。今、僕も同じことを考えてました。うわ、キモいな。キモ。お前に言われたくないんだ。この野郎。あ、いいんだよ。別に。同じ意見でもよ。そう。 さあまあ聞いていただいた皆さんどうだったですかねはいあジラジ聞いてる時が幸せっていうコメントなかったなああるかなと思ったけどねまあそういうことはないみたいですね頑張ってまいりたいまいりまう来週からちょっと気使ったメールが届くはずよその辺も配慮して怖いなはい はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、アジクルダラジオ週末金曜日、今日はこの辺でお別れですが、夕方6時からは、今日は、親父たちの旅の生放送があるということですね。はい、そうですね。えー、引き続き、この後も FM 講座でお楽しみください。ここまでのお相手は、DJ モーリーと、イラミナ正規でした。